D. ブラウンは、フロリダ州ジャックソンビル出身の元バスケットボール選手。1990年から2002年まで12年間、NBA のボストンセルティックス、トロントラプターズ、オーランドマジックでプレーして、通算6758得点を挙げている。ジャクソンビル大学卒業後、1990年の NBA ドラフトで1巡目全体19位で、 ボストンセルティックスに指名されて入団した。初年度から82試合、全試合に出場し、1試合平均8.7得点を上げて、NBA オールルーキーチームに選出された。1991年の NBA オールスター、スラムダンクコンテストでは目隠しをしたままダンクシュートを決めて優勝している。九十三九十四年シーズン、百九十四 95年シーズンは、セルティックスの先発選手としてプレーして1試合平均15得点以上を上げた。1996年11月、故障者リスト入りした。7年半セルティックスでプレーした後、1998年にチャンシー・ビラプスと共にトロントラプターズに移籍した。引退後、ワンバのオーランド・ミラクルでアシスタントコーチ、ヘッドコーチを サンアントニオ・シルバースターズでヘッドコーチを務めた。2005年に ESPN のドリームジョブで元ヒューストンドケッツのマットバラードを破りスタジオ解説者としての1年契約を勝ち取った。2009年から2年間 D リーグのスプリングフィールド・アーマーでヘッドコーチを務めた後デトロイト・ピストンズ・サクラメント・キングスでアシスタントコーチを務めていた。ありがとうございます。